地域情報ナビインパルスは、富山県にある IT 企業、株式会社、富山データセンター内に設立されたインパルス推進本部が運営する地域情報ポータルサイトである。全国版の検索サイトでは、カバーしきれない地域情報をより多く収集し市町村別に分かりやすく整理することで、地域に密着した情報発信を最大の特徴としている。また、 文字メニューを採用したディレクトリー型検索サイトであることも大きな特徴である。2000年4月に開設した富山情報ナビをはじめとして2002年12月には全国47都道府県版を稼働する。当初のリンク層件数は延べ10万件ほどではあったが2007年2月では30万件を超えるまでになった。2011年5月31日にサービスを停止し、 サイトは閉鎖された。まず、インパルスとは、富山データセンターがパソコンショップを展開していた際に、ショップ名として使っていたもの。富山県内のパソコンショップで、インパルスという名前が有名だったため、インターネット検索サイトを開設する際、インパルスのように多くの人に知っていただきたい、使っていただきたいという思いと、社員が長い間親しんだ名前であることから、 インパルスに決めたという。検索機能は次の2つを装備しており、用途に応じて使い分ける。トップページには約30の大項目とそれをさらに細かく分類した最大15の中項目による文字メニューがある。その項目の中から探している情報がリンクされていると思われるメニューをクリックすることによりリンクページが表示され、そのサイト一覧から 目的のサイトを閲覧する仕組みになっている。キーワード検索は、インパルスのサイト内検索である、ナビ内検索と検索エンジンを選択して使用する、ウェブ検索を装備している。ナビ内検索は、現在表示されている地域情報ナビ内での検索と、全国47都道府県を対象とした検索が可能となっている。ウェブ検索は、 リストボックスに入っている12個の検索エンジンの中から利用者が用途に応じて選択して使用する仕組みになっている。トップページの文字メニューを構成する大項目と中項目の組み合わせによりリンクするサイトが整理されている。例えば、大項目、お店、ショッピングから中項目、スポーツと大項目、スポーツから中項目ではリンクされているサイトに違いがある。 前者は、お店という言葉がついているため、スポーツ関連の商品やサービスを販売している。お店がリンクされており、後者は、同好会やチームの紹介、競技に関する基礎知識など、スポーツを楽しむためや、知るためのサイトがリンクされている。一見、文字が多くて見難いというイメージを受けるが、使い続けることによって、どこに、どんな情報があるかが、 分かってくると便利な検索サイトである。リンクページは、サイトが検索しやすいように、中項目ごとに、市町村別、ジャンル別、五重音順などに分類されている。リンクページが表示された後、リストボックス内の分類をクリックすることにより、スクロールが移動するので、そこから目的のサイトを探すことができる。特に特徴として大きなものは、市町村合併により、 エリアが大きくなり、地区を限定することが難しくなってきている中で、市町村合併前の市町村名を分類名に残すことによって、地域を細分化して、土地勘のない人でも分かりやすいよう工夫をしている。リンクページ内リストボックスの分類表示イメージまた、リンクページから目的のサイトを見つけるということは、リアルな世界に例えると、街をブラブラ歩きながら、 ちょっと気になるお店を覗いてみるという雰囲気で、その地域を楽しんでもらうこと、新しい発見をしてもらうことを狙いにしている。初心者や高齢者が苦手とする絞り込み検索や検索キーワードで悩む必要のない文字メニューを採用し、情報収集のためのインターネットのスタートページとして活用できるように項目名は選別している。また、ブラウザソフトのお気に入りや ブックマークにいちいち登録しなくてもそのまま使うことができる。リンクページにある各サイトには紹介文が記載されており、わざわざページを開かなくても内容が理解できるようになっている。また、2回のマウスクリックで簡単に目的のサイトにたどり着けるよう、リンクページは2階層までである。地域情報ナビインパルスは、 全国47都道府県のインパルスの集合体の名称であり、各地域版への画面切り替えはもちろん、キーワード検索も全国対象が可能である。一つずつは地域に密着したものとなっているが、集合体で見ると地域情報が満載された全国版検索サイトであると言える。サイト登録時には安全、安心できるサイトであることを確認しているので、 若年者や高齢者も安心して利用することができる。アダルトサイトや運営会社が定かではないようなビジネスサイトなどは掲載しないように注意されている。検索サイトとは別に次の情報発信サイトを提供している。これはインパルス上に情報発信、交換のスペースを提供することによってサイトを利用した利用者参加型の双方向性のサービスを提供し、 各分野での地域活性化を目的にしている。ありがとうございます。